手持ち無沙汰感感じていませんか？オリンピック終わりましたね。はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。さあ、困ったぞ。何が困ったか、はい、夜の作業中に楽しく見ていたオリンピックが終わってしまいまして、まだまだ小室ゆり、クラウドファンディングのリターン品の発送に追われている今日この頃なんですけれども、その相棒が夜中のオリンピックだったんですよ。それがなくなっちゃって、さあ困ったなっていう手持ち無沙汰感半端ない本日でございます。はい、よろしくお願いいたします。パーソナリティの小室ゆりですいや、他のもの見ればいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、去年はね、この後にすぐに世界陸上があったんですよ。もうワクワクした1ヶ月を過ごしていたんですけれども、そうなんですよ、ご支援いただきましたクラウドファンディング、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらの書籍のね、あの PR のためのクラウドファンディングのリターン品を今一生懸命お送りしておりますので、まだ届いてないよという方は、はい、あの気長に待っていただけたら幸いでございます。はい、心を込めてお一つお一つにメッセージを書いてサインを入れてお送りしておりますので、今しばらくお待ちいただければと思います。さて、手持ち無沙汰な時間いかが過ごしてますかね。私も手持ち無沙汰な時間っていうのはそんなにたくさんある方ではないんですけれども、会った時に自分の今までのことを振り返ったりとかする時間になることも多いんですね。たまたまタイミングがあって、私が普段お世話になっている車屋さんに先日行ったんですよ。南町田にあるホワイトリリーっていう車屋さんなんですけどね、あ、まさに FM 大和さんから近いですね。ここね、あの女性のオーナーさんがやってらっしゃって、女性に優しい車屋さんっていう、本当に女性に優しい車屋さんなんです。お近くの方ぜひ一回あの覗きに行っていただきたいなと思うんですけど、ここに行くと私のこの手持ち無沙汰感ではないんですけれども、今ね、私の趣味って、小室ゆりの趣味って何だろうって思うと、一番最初に出てくるのがまあクーさんなんですけど、その次に出てくるのが車に乗ることなんですよ。車に乗ってもう運転をする、その行為そのものが趣味になってて、でこのホワイトリリーさんに行くと乗りたい車があるっていう、非常に危険な魔法にかかりやすい場所でして、この間も行った時に、この車私乗りたかったんだよねっていう車がこそっと店内の奥の方にいまして、お値段価格、乗り出し価格もまあまあ、この金額だったら乗れるっていう金額感で、手持ち無沙汰の話じゃないんですけど、こう自分のご縁、乗りたかった過去を振り返って憧れてた車に出会ったっていう話です。はい、すいません。自分のやりたいこととか、自分の欲しかったものとか、そういうことを振り返って、よし、じゃあこの車に乗ろう、乗りたい、自分のやりたいことをやりたい、じゃあここから何をするのかって
振り返って新たにこうスタートラインに立つみたいな、そんな時間にもなった、いい時間だったなと思いますね。まあ、そういう意味ではまさにこれオンエア終わった後の8月16日ですよ、8月16日に氏神セレクションっていう氏神一番さんのライブに出演させていただいて、私キンキーチャプターというバンドのボーカルで出るんですけれども、まあ今までの小室よりではないスタイルで出させていただくので、これもワクワクしますよね。はい、49になってますます自由に生きているパーソナリティの小室ゆりです。今週もお付き合いください。それでは今週のコーナー紹介参りたいと思います。今週はですね、ミニコーナーを担当してくださっております MJ リサーチ総合探偵社の若梅秀隆さんのコーナーを先にお届けしようと思います。若者の性事情についての調査依頼というのもあるそうなんですね。このお話をまず聞いていただいて、そしてセクシュアリティの専門家の一人であります小室ゆりの見解というのを聞いていただく、まさに夏にぴったりな時間を一緒に過ごしていきたいなと思っております。通常の番組とは違いますけれども、楽しくお付き合いいただければ幸いです。このコーナーは健在ですよ。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の占いは、こちらも夏の夜のデートがテーマです。占い執筆ご担当は小悪魔系占い師のスマイル丸山さん。さあ今日は何回パンツが出てくるのか数えておきましょう。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのご相談、こっそり送っておいてください。番組内で真摯にお答えをしてまいります。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子プレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしておりますよ。毎月2週目は探偵サプリ。ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社若梅秀隆さんです。夏らしいですね。若者の性事情についてこういう調査依頼もあるんですね。詳しく聞いていきましょう。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は未成年の性事情の話をしたいと思います。 MJ リサーチでは様々なご依頼を受ける中、未成年者が関わる調査事例も多く受けております。未成年の家でパパ活や援助交際、ドラッグなどの犯罪の疑いなど、そこには必ず男女の性事情が絡んできています。実際の調査事例では、ご両親からのご依頼で中学生の娘さんが朝帰りやプチ家出を繰り返して自宅のお金を盗んだり、また知らない大金を持っていたりだの援助交際の疑いがあるとのことでご依頼になりました。調査を開始すると、学校を休んで自宅から外出、40代ぐらいの男性と会って、そのままその男性の車でラブホテルに入ってしまいました。滞在時間は少ないんですけれども、ホテルを出るとすぐにその男性と別れて、娘さんは普通に友人と遊びに行ってしまってました。
数日調査を行ったところ、まあ、毎回ですね、同じように男性と接触して車でラブホテルに行く。で、ですが、その接触する男性っていうのは毎回違う男性でした。まあ、状況から、まあ、援助交際を行っていて、まあ、男性たちからお金をもらっているっていうことが調査の中で分かりました。調査報告を、ご両親に行うと、まあ、大変ショックを受けていましたが、まあ、事実をもとに娘さんと話し合って、まあ、児童売春にもなりますので警察に相談することになりました。なぜこのようなことが起きてしまうかというと、まあ、未成年の性トラブルには必ずですね、家庭内での問題、学校や友人関連のトラブル、あと強い性の好奇心などが挙げられます。また SNS の普及により未成年者を狙う男性との接触が簡単にできてしまうということが問題になっています。また児童売春を行う男性の性の低年齢化、あとはその男性のですね、家庭環境の問題なんかが非常に、見受けられるところです。未成年の性事情としてお金と性への好奇心から未成年者の性に対するハードルっていうのがものすごく下がってしまっているんじゃないかなと思います。まあ、MJ リサーチではお子様の事実を知り、取り返しがつかなくなる前に事実を知って、まあ、ご両親と話し合うことで再スタートをしてもらうサポートをしていますので、まあ、調査のご相談がありましたら MJ リサーチで検索し、まあ、ご相談ください。今回は、未成年者の性事情としてお話しさせていただきました。またMJ リサーチでは公式 YouTube も行っておりますので、ぜひご覧ください。最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。若梅さんからの素晴らしい情報提供をいただきまして、セクシュアリティの専門家として少し深掘りをしていきたいなと思っております。親御さんがお子様のことを思う気持ち、すごく共感できますね。いろいろこう言ってしまいたくなる親御さんの気持ちっていうのもわからないではないんですけれども、もしそういう調査をして結果が出てお子様の行動が見えた時に、絶対にやってほしくないのは、お子様をなんでそんなことをしたのっていう責めることです。責めたらお子様どんどん心を閉ざしますよね。若梅さんもおっしゃっていた通り、家庭環境だったりとか自分以外のところからの情報提供が自分の知識そして好奇心となった結果、行動になって現れている。もちろん自発的行動ではあるんですけれども、必ずその行動のどこかには満たされていない自分への満足感、これがきっかけになっていることすごく多いです。あとは他者との比較だったりとか、これはもう大人たちでは理解できないぐらいのものになっているようなんですね。なので親御さんがお子様と対峙した時に、なんでそんなことをしたんだ、これは親御さんの価値観、親御さんの目線でしか話してないことなんですよ。これはもう絶対にやめてほしい。一呼吸置いてお子様と対峙した時にかけてほしい言葉があるんです。それは謝罪の言葉でもなく、叱咤の言葉でもなく、まずこの時間を作ってくれたことに対する感謝です。親子なんだから話す時間があって当然だって思われるかもしれないんですけれども、それは決して当たり前のことではないということを大人たちはまず再認識するべきだと私は思うんですね。子供だから当たり前に親と話すのではないんです。お子様だって自分の意思を持ってそこに座ったわけですから、そのことに対する感謝をまず伝えていただきたい。
対話している間にどうしてもなんでそんなことしたんだって言いたくなるお気持ちがもし親御さんに出てきたとしたら、その怒りの気持ちをお子様への肯定の言葉に変えていただきたいんです。少し難しい話をしているんですけれどもね、ここで間違いやすいのが、俺はそんな風に育てた覚えはない、この怒りの言葉ではなく、お前はできるやつなんだ、お前はもっと素晴らしいやつなんだっていう肯定の言葉に怒りのパワーを乗せて伝えてもらいたいんです。これちょっと心理学の応用なんですね。そうするとお子様は、もちろん私自身の経験も含めて話をしますけど、怒られると思って当然その席に座っているから、もう完全に気構えていて心を閉じている状態から対話が始まるんですよね。でも対話って実は相手の価値観を受け入れ合う作業なんですよ。なので相手の価値観を受け入れるっていうことをしなかったら自分の価値観も受け入れてもらえない。お子様がした行為アクションを責めるのではなく、まず認めること、そしてそこへ自分もそういう時があったという共感をすること、そういうことをしてしまいたくなる年齢だっていうのもわかる気がするよ、この一言でいいんです。その一言があればお子様は少し心の扉を開くことができます。その上で怒りのパワーを感じたら、お前はもっとできるやつなんだっていう褒める言葉を怒りのパワーに変えてください。昨今この SNS から得られる情報と性の低年齢化と言われているにもかかわらず、日本の性教育は30年前から全く変わっていない、この辺の情報格差というのが今のこの若者の性事情の悪しき面を作っているのではないかなと考えています。だからこそ大人たちも一緒にリスキリングとして性教育を学び、子どもたちは子どもたちで最新の性教育を学び出す、この2つの両輪が相まってより良い日本のセクシュアリティ文化というのは作られていくのではないかなと専門家としては考えます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの星谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサブリ。東京は阿佐ヶ谷にプライベートサロンがオープンしました。おめでとうございます。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生監修による
あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占います。8月後半、夜のデート編です。それではセクシーに誘っちゃうぞ。お羊座、ビアガーデンのお肉とビールでお腹いっぱい。でもウインナーは別腹よ。あーんしてるから早く食べさせて。お牛座、ナイトプールに連れて行って。この間買ったビキニの水に初めて着るんだから映え写真撮ってよね。双子座、夏の夜にプラネタリウム、綺麗な星座を見てないで私のことばっかり見てるけど、今日はノーブラじゃないわよ。カニ座、月明かりの下、海辺で波を見つめる時間も素敵だけれど、そろそろウォーターベッドの使い心地試してみない？獅子座、ホテルのディナーだから大胆なドレスにしちゃった。男性の注目を集めるのっていい気分？あなたも誇らしいでしょ。乙女座、夜の神社ってライトアップされているけど少し怖いわ。つないでいる手絶対に離さないでね。天秤座、今夜は飲みすぎちゃった。あなたのお部屋に泊めて。着替えとブラとパンツは先週泊まった時に置いてあるから大丈夫よ。サソリ座、夜はエアコンの効いた私のお部屋で濃密な夜を過ごしましょう。今夜は天使のコスプレであなたを天国へいざなうわ。伊手座、何を二人でナイター見に来たのに、あなたはゲームよりもビール売りの彼女に興味津々。そんなに飲んだら立たなくなっちゃうんだから。ヤギ座、ビリヤードするなら先に行っておいてほしかったな。だって私今夜はミニスカート履いてきちゃった。水亀座、夜の水族館デート、下から眺めるペンギンってかわいい。帰ったら私のことも下から眺めてみる？魚座、忙しくってお洗濯物溜まっちゃってるからデートみたいにコインランドリー行きましょう。ほらそのパンツ早く着替えて洗っちゃうから。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いサンスポ薬務で検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。パンツもそうなんですけど、あ、ノーブラって新しいキーワード出てきましたね。なかなかノーブラで歩くことはないですけどね。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は3週目ですので、このコーナー
叙風サプリ。ご担当いただくのは名古屋の叙風セラピスト柚木さんのご登場です。最近私の周りにも叙風というキーワードがかなり聞こえてきておりますので、柚木さんの需要はまだまだ高まると思いますね。期待しましょう。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸 BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイス。毎週土曜日の朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えしてエキスパートなお話を伺っております。夜サプリとはまた違う小室ゆりをお楽しみください。そして小室ゆりの結婚が幸せになるためのバイブル、こちらご好評いただいております。 Amazon でご購入いただけますので、ぜひポチッとご購入をお願いしたいと思います。結婚はね、結婚したから幸せってわけじゃないですよね。結婚はあくまでもスタート、その後の様々な努力を経て幸せになっていく、そのうちの一つのセンテンスとして欠かせないのがパートナーシップの中のセクシュアルコミュニケーションですよね。このセクシュアルコミュニケーションと結婚を通して新しいセックスコミュニケーションの価値観をお届けしております。 Amazon でポチッとご購入をお待ちしております。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューン堂、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着帰りさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。夫婦とは二つの半分になるのではなく一つの全体になることだ。オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホの名言です。ニコイチってよく言いますけれども、一つの全体の中にそれぞれの価値観がある、一なのかもしれないなと思いました。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなた。